マリコ応援プログラム運動のすすめ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。お休みの日が続いて、運動する機会がとても少なくなってしまったのではないでしょうか。5歳の頃から、小学生そして中学生の時期にかけて、神経が著しく発達すると言われています。この時期は特に運動の習得が早くなる、とっても大切な時期です。そこで今回は、自宅でできて神経と筋肉を連動させた簡単なエクササイズを紹介します。まずはウォーミングアップの紹介です。最初はレベル1、足をグーパー同じリズムで開いて閉じます。それに合わせて腕も上で閉じて開く、閉じて開く、これを足と合わせて一緒にやってみます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次はレベル2です。レベル2は足の動きはそのままに、手の動きを先ほどと逆にします。足が閉じた時に手は開く、開いた時に手は閉じます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。次はレベル3です。少し難易度が上がります。足の動きは先ほどと同じグーパーグーパー、手のリズムを変えて、手は閉じる閉じる開く、閉じる閉じる開くです。ではやってみましょう。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、素晴らしいですね。動きやリズムを変えるだけで神経と筋肉の両方を働かせながら運動を行うことができます。一つアレンジの紹介として、手は同じリズム、閉じる開く閉じる開く、足を変えてグーパッパグーパッパ、はい、これでやってみたいと思います。せーの、グーパッパグーパッパ。ぜひご家庭で、いろいろとアレンジをして楽しんで取り組んでみてください。次はボールを使ったエクササイズです。大きめのボールが最初はいいでしょう。それでは向かい合って片足で立ちます。片足でバランスを取りながらボールを転がしてキャッチボールをします。バランスを取りながら手でボールを操作する、なかなか難しい動作になります。では少し難易度を上げてみます。ボールのサイズを今度は小さくしてみます。ボールが小さくなることでより体を低く、そして手で操作するのも難しくなります。このようにボールのサイズを変えたり、また形を変えたりしながらいろんな動きができます。次は風船を使ったエクササイズです。まずは一つ目は風船で、バレエをします。ただバレエをするだけだと脳を使いませんので、少し脳を使ってやってみます。例えばしりとりをしながら、またはいろいろと題を決めてやると面白いです。食べ物でやってみましょう。ラーメン、バナナ、うどん、レモン、サバ、リンゴ、カレー、みかん、シチュー。このように変えることで楽しんで運動することができます。次は2つ目のエクササイズです。風船を2つ使って行います。地面に落とさないように風船を両手で操作しながら頑張ってみましょう。ではやってみます。慣れてくると風船を3つで行うこともできます。または風船の空気の量を調節することで、より違った動きに変わるでしょう。次は3つ目、これが最後になります。今度は2人で風船を使って行います。親子で行ったり兄弟や姉妹で行うことができます。まず1人は床に座りましょう。
もう一人は立った状態で風船をお互いにタップします。はい、これはレベル1です。はい、少し難易度を上げてレベル2、座っている人は足を上げた状態でバランスを取りながらやります。お腹の筋肉を使うので、筋肉も同時に鍛えることができます。ではレベル3にいきます。先ほどの足を上げた状態で、立っている人が手と言ったら手で返す、足と言ったら足で返します。足。もう一つレベルを上げます。今度は立っている人が足と言ったら手で返す、手と言ったら足で返します。手足。今回は自宅でできて、短い時間に、そしてアレンジがしやすく、神経と筋肉を連動させながら動くことができるエクササイズを紹介しました。この大変な時期でありますが、神経が発達するこの時期にこそ、ご家庭で楽しみながら運動に親しんでほしいと思います。やってみてねー。